ね、たくさんあるので毎回1曲ぐらい入っております。本日は乱れ髪をやっていきたいと思います。はい、これは昭和62年ということで今日歌う中でも一番、ね、新しい曲ですね。はい、乱れ髪、これは福島県のいわき市にある、塩屋崎灯台を舞台にした曲ということで、はい、そうですね、この歌の中にも塩屋の岬というふうに、はい、入ってありまして、でそこにもまた銅像が、ね、飾ってありますね。はい、美空ひばりさんは有名すぎても日本の各地にいろんなところに銅像が飾ってありますけども、はい、この曲はですね、サビのところが裏声になるように設定されてるんですね。はい、で美空ひばりさんのお母さんはあまりその自分の娘ひばりの裏声はそんなに良くないんじゃないかということで、よくプロデューサーの人にやめてというふうに言ってたそうなんですけれども、この、船村徹さん、たくさんいろんな名曲作ってる人ですけれども、そのひばりさんの裏声がいいんだということで、この曲にわざと起用したんですけれども、そしたらヒットしたということで、はい、何が言いたいかというとですね、やっぱり自分の苦手なものというか、なんかコンプレックスがいいことにつながることもあるんだなということを、はい、思いますね。はい、私も佐賀誉先生に少しだけ受けてよかったなと思うというか、はい、本当に素敵な方なので、はい、はい、嬉しいなと思います。嬉しいね、すいません、何度も言っちゃって、はい、ちょっとこの時代の話をさせていただきますが、NTT カップ上場されまして、買い注文が殺到して発値がつかなかったそうでございます。それ翌日について、なんと160万の値がついたそうでございます。そんなような時代でございまして、それとあと、JR になりましたけども、この時代、国鉄が廃止され、分割民営化された、時代にもございました。それと悲しいことなんですが、この時代ですが、石原裕次郎が肝細胞がんのため亡くなりました。まあ、そのような時代でございました。それとアメリカのロック歌手、マイケル・ジャクソンが来日初公演を武道館でしたと思いますが、武道館で初公演をしたという時代でもございました。はい、以上でございます。はい、じゃあまずは1番のみ歌いたいと思います。乱れ髪。赤い手出しが飛んでまう。
ございます。はい、でこの曲は歌詞が本当に素晴らしい曲になっておりますね。3番の春は二重に巻いた帯、三重に巻いても余る秋というのがどんだけ悩んでるんだってすごく思うんですけども、はい、普通の女性だったらやっぱ食欲の秋なので秋だからね、酔いぐらいの話だそうですけども、太ってしまうっていうのがあると思うんですけども、三重で巻いてたのに三重で巻いても余る秋というので、本当にね悩んでる恋に煩ってる女の人の歌なんだなということが、はい、わかります。あ、もういいですか、はい、もう何も言うことはなかったです、はい、じゃあ、1番から3番までやっていきたいと思います。乱れ髪、素晴らしい景色だと思います。ね、人が縛りが負担がなくなるとは言われたと思いますが、本当に星野鉄道船村徹の名コンビが作った曲でございます。まあ、ありがとうございます。本当に、ちょっと、涙ぐんでくるような歌でございました。はい、それでは、最後になりますが、千正夫作詞出伯、作曲遠藤実、北国の春を歌ってみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、この曲は1977年の曲で、レコード大賞のロングセラー賞ということで、はい、もう誰もが歌ったことある曲だと思います。
この遠藤実さんは高校3年生も作ったので本当にヒット曲メーカーというか、はい、すごく優秀な作曲家なんですけれども、はい、この曲は日本にとどまらず中国、タイでも歌詞をつけてカバーバージョンがたくさん流通しているそうです。はい、この作詞家の井出白さんは本当は登山家、山登りをする人になりたかったそうなんですけれども、まあ、作詞家になったんですけど、でこの曲北国の春が自分の夢を代役としてこう務めているような気がするということで、この自分の曲がいろんなその国に行って愛されているというので、で自分が勝手にこう山に登ってる気分になるというか、はい、すごくこう、ね、おしゃれなこと言ってるなと思いましたけれども、そういうふうに思っているそうです。はい、じゃあ名曲になります。いきたいと思います。じゃあまず1番のみ、北国の春、いきたいと思います。寝たきりですか？寝たきりですね、はい、ちょっと一つだけ、はい、お知らせをいたいと思います。この時代52年ですが、1883年から続くオリエント急行の最終列車がパリからインスタンブルまで向けて出発した、この、オリエント急行で94年間続いた、列車だそうです。まあ、そんなようなことで、まあ、皆さん数万人で乗られたようでございます。まあ、そんな時代でございました。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは本日最後の曲になります。北国の春、いきたいと思います。